先日川田川の鉄橋跡まで見たと思うんですけれども、今日はそこから下見ですか、そちらの方面ですね、旧線路があったところにソーラーパネルが設置されていることがお分かりでしょうか。こちらが小学校がありましたよね。あの辺りに、中央辺りに踏切あり、そしてしだれ桜ありという場所になっておりますね。この右側の丘を電車が走っていまして、この辺りですね、こちら側からソーラーパネルになっている。この辺りは水田地帯を行くんですね。踏切跡ですね、こんな感じになってまして、反対側はここと、あそこにしだれ桜があります。このようにスペースはあっても、必ずしもソーラーパネルが設置されていないという、そういう場所はあるわけですね。どうもこんにちは。草が感じ、ここはかつては踏切があったと思われるんですね。小さいんですけど民家の中に入れると、この用水ですね、さっきの水力発電のね、ところから続いておりまして、撮影ポイントであったしだれ桜と、しだれ桜というのはね、どうしてもこう、なんて言いますかね、あの木がこのようにさしだれてきますのでね、埋まってますね。そして、向こうの方向に、駅ということなんですが、桜の風景はね、変わっていないということですね。旧芥見駅前の踏切ですね、ちょっと中へ入ってきますが、ここが駅の入り口の枕木と、そして駅のホーム、駅の構内そのものがパネルになってますね。駅のベンチャーこちら側に駅舎がありましたね。通り抜けできませんと。この辺りに駅舎があったという記憶です。割と古い建物だったんですけどね、なくなりましたですね。ホームがここは
対面ですね、2面ありまして、ですから列車がすれ違えるようになってたんですね、あちらとこちらに2面ホームがあると、そういう状態でしたが、今現在はソーラーパネルになっているんですね。先ほどの芥見の駅から、次岩田駅ですね、そちらの方に向かってやはり、かなりのパネルが設置されてますね。向こう側もそうですね。ここの踏切跡がね、地元民としては非常に問題箇所でして、信号がありませんのでね、非常に交通の、難しいところなんですね。旧道と、156号線ですよね、重なりますものですから、よくここで、渋滞が起きます。さあ、そしてこの岩田駅に向かったこの歩道橋ですね、ここから見晴らしが良さそうなので登ってみたいと思いますね。ここが岐阜方面になりますね。岩田駅はすでにバス停になっていると思いますね。跡形ありません。そして関方面、先ほどの交差点ですけども、ここから列車がですね、156から分岐しまして、左側にカーブですね、旧町中へ入っていくわけですね。